こんにちは、アマネデザインです。今回はシラヤテックのシンプルのクリアのレビューをしてみたいと思います。こちらラベルがですね、ファストのホワイトって書いてあるんですけど、これはただのラベルの貼り間違いです。過去に透明 UV レジンのレビューでは、ノバ 3D の高透明レジンやエレゴの植物性の透明レジンのレビュー動画もありますので、よかったらチェックしてみてください。それでは使用していきます。液体としてはサラッとした感じですね。特に黄ばみも感じず、割と透明度の高いかなという印象を受けました。ここからはですね、実際にいくつかの異なるものを印刷してみて、その出来栄えを見てみたいと思います。こちらはすでに投稿していますけれども、透明の永久機関の水車と時計のレンズの部分ですね、このように普通にヒートガンで熱で温めたらスクレーパーで簡単に剥がせました。そして超音波洗浄機で洗浄したところ、ベタつきも簡単に取れました。続いて作ってみたのは透明のベアリングと親指しおりです。印刷もうまくいってますね。ちょっと黄ばんで見えますかね。スクレーパーから剥がすのも問題ありません。いい感じです。そして最後に紹介するのがペンを中心としたシリーズで、結構高さがあるものとか、これは螺旋状に分割されていたりとか、はたまたマーブルランを作ってみたといった結構挑戦的なものが多く、そして印刷時間も33時間ということで、結構な大作プロジェクトです。はい、というわけで出来上がった感じがこうですね。マーブルランの手前の黄色感が結構すごいんですけど、全体としてはですね、綺麗に印刷が出来上がっているということで、この印刷の成功率の高さっていうのもいいなというふうに思いました。中空の成形もまあまあうまくいってるかなという印象を受けましたね。完璧ではないにしてもという感じです。というわけで出来上がった作品をダイジェストで見ていきますと、こんな感じでですね、やはりソリッドのものは少し黄ばみが出るかなと、そして中空のものは割と透明感出ていい感じだなというふうな感じを受けました。よかったら概要欄から各作品チェックしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回はシラヤテックのシンプルのクリアを使ってみたというレビューをお送りさせていただきました。よかったら何かの参考にしてみてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。